キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、残念なお話です。残念な話、はい、もう残念なニュースです。はい、今日の話題はこちらです。はい、日本プロ野球墜落の日です。プロ野球墜落の日、はい、ダーンって、はいはい、の話です。墜落する日が来るっても予言してるんですかっていう人がいるのよ。おお、はい、俺はそうは思わないんだけど。思わないんですねノストラダムスの大予言みたいな感じで、佐藤仁美の大予言、墜落、そうそう、この日墜落するみたいな感じじゃない。俺はもうそういうのと反対派にいる人間だから、はい、戦っていきたいタイプだから、はい、あのそんなことねえよっていう、だからその人たちが言う事例に基づいて、うん、俺はその反対派として今日は意見を言いたい。はい、ほう、だからね、反対か、はい、そのまあいわばね、はい、そういう人たちが言うのは、うん、ね、地上波、うん、視聴率もう 4%3% みたいな、うん、昔は 30% とかだったのに、はい、視聴率も取れずに野球人気がもう落ちてるとか、その野球中継の、うんうん、とかテレビのニュースでも、はい、うん、日本のプロ野球ほぼ扱わないとかね。あ、もう大谷翔平は毎日あるけど、はい、今日の大谷君みたいな、うん、もう尺もかなり使うけど、はい、だってひょっとしたら大谷の尺と全6試合の尺下手したら一緒か少ないからで、ね、そうですね、大谷の尺、しかもよ、うん、エンゼルス、はい、勝ったかどうか知らないやろっていう。あ、そうですね、大谷がどうだったかっていうやつもね大谷が打ったかどうかだけで、はい、エンゼルスがだ、うん、どこと対戦して、はい、何対何で勝って、うん、今どうなのか知ってる人、興味ない人だったらほぼいないと思うよ、メジャーに。そうですね、うんうん、でもよ、はい、日本のプロ野球だったら、うん、毎日順位発表して、はい、で勝ち負けやって、はい、今だと交流戦もやって、うん、やるわけじゃん、はい、でもそんな日本のプロ野球のことより、うん、大谷のニュースの方が長い、うん、うーん、まあそうですね、もう日本に人気墜落していっちゃうっていう、その人、確かにこうなんか夜のニュース番組とかでもスポーツコーナーってあって、うん、でじゃあ続いてはプロ野球ですって言って、うん、本当にこう6試合を15秒ずつぐらいでうポン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 ってやってから、うん、続いては大谷翔平選手ですよね。そう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 なのよ、はい、全体としてももう昔なんで、はい、ね、俺とか袴田さんもやってる今 CS のプロ野球ニュース、はい、地上波でやってたからね。地上波で毎日1時間とかやってたんですよね。そうそうそう、佐々木さんとかね、はい、てて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 れれてれてってやってたよ、はい、プロ野球ニュース。あれ BGM ですか今の。そう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 、はい、超、超有名なやつ、はい、中井美穂さんが、そうそうそう、はい、やってた時とか、うん、時とかもう昔なんてほぼほぼ野球みたいな、はい、うん、だったんだよね、はい、それがもう地上波でもやんなくなって視聴率も取れなくて、うん、はい、もうプロ野球も扱わなくて、うん、墜落してるんじゃないのかっていう人たちがいるのよ。へえ、そうですか、うん、まあ、でもまあその事実は否めないね、はい、まあそうですね、うん、スポーツ番組自体もこうやっぱりちょっと減ってます。うん、多分減ってるよね。そのだって、うん、あの平日にスポーツ番組ないからね、はい、そのニュースの中のスポーツじゃん。ああ、そうですね、報道ステーションの中のスポーツコーナーだったりとか、うん、はい、フジテレビも、うん、TBS も、はい、日テレも、うん、全部で単体の番組があるのは週末だけだね。 Going とか S1 とか、はい、スパークとか、うん、あとは、まあ、ゲットスポーツとか、うんうん、あとテレ東だとみんなのスポーツみたいなのがあるけども、はい、うん、まあ、基本平日はないじゃんね。でしかもそのスポーツニュースもまあまあ野球の尺短いね。はい、そうですか、うん、うんうん、っていう人がいるのよ、はい、でも俺はその人たちに反論したい、うん、はい、そもそもよ、うん、昔々、はい、日本は、はい、娯楽、うん、少ないから、まずそもそも全ての娯楽が、あ、今に比べてだって、うん、じゃ家に学校ありました、うん、はい、昔ね、うん、昭和の、はい、もう俺が本当に小学校の時も、うん、学校終わりました、はい、夜のご飯まで何するって言った時に、うん、ファミコンが出る前、はい、だったら、はい、かくれんぼドッジボール、定休野球とか、うん、今だとキックベースとか、はい、公園行く、山行くとか、はい、あとはもう本当にボードゲームとか、うん、トランプとか、はい、のみよ、うん、子供の娯楽。そうですね、もしくはもうテレビアニメ、はい、家でね、うん、その仮面ライダーとか、うん、ウルトラマンとか、はい、で夜になったらテレビは一家に1台、はい、ないし2台あったらすごい、はい、
でお父さんが見てるテレビをエンドレスで見る、うんはい、その中の娯楽は、まあ、全員集合だったりとか、うん、ひょうきん族とかね、はい、いろんなのもあったけど、うん、スポーツは野球のみだから、相撲か野球だから。あ、テレビでその放送されるのが相撲か野球、うん、だからもう相撲を6時まで見て、はい、ニュース見て、うん、7時から野球みたいな感じで、しかもその野球放送してるのは、うん、ほぼ巨人ね。そうですね、ほぼ巨人、はい、うん、でしかもその中でじゃニュース番組、プロ野球ニュースもそうだけど、うん、ニュース番組のスポーツが流行ったの、はい、理由の一つとしては、はい、巨人以外のファンの人たちは、うん、スポーツニュース見ないと自分がごひいきの動いてる選手を見ることがないのよ。あー、そっか、そうですね、うんうん、ないんだから中継されないわけですもんね。動いてる選手見るの、その地上波のスポーツニュースしかないのよ、うん、動いてるロッテの選手とか見ることないんだよ、はい、チンプレー、コープレーしか、うんうん、そっか、今だったらね、スカパーもあるし、もうスカパーもあるし、ダゾーンもあるし、プレイボールからゲームセットまで、うん、ごひいきのチームじゃなくても、うん、全試合を契約だけしとけば、うん、見ることができて、はい、ニュース見なくても、うん、動いてる選手を見れるんだよ。だから、まあ、地上波で必ずしもやらなくても見たい人は見られる環境になっちゃってるわけですね。そうそう、で、うん、しかもだって動いてる選手見れないってすごくない？はい、袴田さんが楽天ファンって言ってても、はい、楽天の放送一切しないんだよ。そうですね、だってテレビは巨人戦ばっかりだから、うん、だからこの交流戦で巨人対楽天があったら放送されるけども、はい、なかったら楽天の試合なんて1年間下手したらずっと見ることないんだよ。その選手がどういうプレーをしてるのかって全く見られないんで、しかもネットもないから、はい、それを知るのは新聞のみだからね。あ、そうですね、新聞で打ってるとか打ってないとか、うん、でも動いてる人見ることないんだよ、はい、で写真何度も巨人だからね、うん、写真も出ない、はい、動いてる人も見えない、うん、それニュース見るやろ。見ますね。あ、確かに毎日今日あのチームどうだったかなって、あ、で誰が活躍したのかな、うん、あ、打ってる打ってるみたいな、うん、そのニュースの尺でしか動いてる選手を見ることないから、はい、それはニュース番組も視聴率高いよね、うん、はい、そうですね。今みたいに、ね、私はスポナビの一球速報とかいつも見ますけど、うんうん、そういうところで、あ、誰々が打ったとかもそういうのも分かんないですね。しかもね、ハイライトで YouTube とかでもね、はい、パリーグ TV さんとか、うん、ハイライトで出てきてその選手が打ったとか、うん、ファインプレーとかも見れるわけじゃん、はい、うん、わざわざニュース見るかっていう。そうですね、ネットで全部確認できちゃいますもんね。できるじゃん、それをわざわざ、はい、ってなったら、うん、それは尺もテレビ局も視聴率取れないと、はい、受けないから、それは尺も短くなるよ、うん、みんな自分で見てんだから。そうですね、でしかもテレビの視聴率低くなったって、うん、それはもう今コア層っていうのは、うん、その契約してプレーボールからゲームセットまで見てんのに、うん、誰がわざわざ3回ぐらいから始まって8回ぐらいで終わるやつ見るかって話じゃない、うん、そうですね、でも、うんうん、テレビの中継っていうのは、はい、BS もそうだけど、はい、必要なの、うん、それなんでかっていうとライト層は契約してないから、うん、はい、ライト層をコア層にするためには、あ、テレビでやってるから見てみようっていう気軽なコンテンツがいるのよ、うんうん、はい、そのためにはすごい大事な役割をその地上波も BS も、うん、担ってんだけど、はい、それが視聴率低くってもそれは問題じゃないんだよ、うん、ライト層だから、はい、コア層はそっちで見てるんだから、うんうん、だからライト層を引っ張ってくる、はい、もしくはCS チャンネルっていうのはホーム球場寄りの解説をする人が多いから、はい、BS とか見てビジターファンはそっちを見て、うん、平等な解説を聞く方が心地よいって見るわけ、はい、住み分けだね、うんうん、ってなった時にこの必要性っていうのはすごい大事で、うん、それを視聴率で語るべきことじゃないんだよ。視聴率が取れないからいらないとかじゃないじゃない、ね、それをなくなったらライト層が増えていかないから、はい、どんどんもっと野球人気が落ちてくるのよ。でも入り口がなくなっちゃうからね。そう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 、しかもそれが 5% とか取れてたら逆にすごいじゃんっていう、はい、でプロ野球人気、そのプロ野球視聴率を測るんだったら、うん、ダゾーンとかプロ野球そのスカパーとか、うん、全部入れてみろよっていう。そうですね、プロ野球セットどのぐらいの人が契約してるのかとか、そう、プロ野球視聴率っていうのはそれが視聴率だから、うん、そんなわざわざテレビだけ今の時代テレビしかやってないわけじゃないんだから見てないだろうっていう、うん、ライト層向けだよっていうね。そうですね、っていうのと、うん、やっぱりそのさっき言ったように娯楽がないわけじゃん、はい、やることが、うん、でも見るしかないじゃん、はい、ね、大砲卵焼きよ、何大砲卵焼きだったっけ、あ、巨人大砲卵焼きだ、その子供を含めた大衆に人気のあるものの代名詞で、うん、巨人野球でしょ、はい、大砲さん相撲じゃん、はい、で卵焼きっていう卵がね、うん、栄養価が高くてその、はい、っていうのが
あの巨人大砲卵焼きっていう格言ができるぐらいの当時の子供に人気があるものをあげた言葉っていう、そうそう、だから、うん、巨人戦、相撲、はいはい、で食べ物じゃんね、はい、それぐらい娯楽が少なかったわけよ、うん、だから一極集中するじゃんね、はい、それが今やだよ、もうスポーツの多様化、野球サッカーってね、はい、ラグビーって、うん、ゴルフ、はい、柔道、水泳、テニスみたいな、うん、もうフィギュアスケートもいいですしね、うん、もうあのワウワウとか全部契約してたら、うん、もう海外の PGA ツアーも LPGA ツアーも、はい、テニスの、ね、うん、もうウィンブルドンとかもうどこも見えるわけよ、うん、スポーツも多様化されて、はい、やる選手も多様化されて、うん、日常に何でもできるスポーツ施設がいっぱいあって、うん、で娯楽も、ね、うん、Netflix とか、ね、うん、映画も見れる、 YouTube も見れる、テレビも見える、自分でやりたいことを何でも家の中でできるような状態になってきた、うん、興味趣味の分散、はい、そりゃ減るやろっていう、まあそうですね、普通に考えてよ、うん、で人口は少子化、うん、はい、そりゃ減るやろっていう、はい、だって今テレビのドラマですら、うん、テレビのそのもうリアルタイムじゃないと見られないとか、うん、録画しないと見られないじゃなくて、今もうネットのネットフリックスとか、うん、じゃあ Hulu とかにそのもうドラマも入ってるんで、そうそう、だからそっちも見られちゃうし、ね、録画しなくてもね、はい、そうなんです、そっちも追いかけて見られちゃうんで、でどこにいても見れるしね、はい、だから次にね、うん、考えなきゃいけないのは、はい、次の問題なのよ、はい、これはちょっとアメリカを真似した方がいいけども、はい、やっぱりね、見る方もマルチスポーツ、はい、見る方も野球が一番、サッカー一番、いや野球あんないの、サッカーこんなもん対立とかいらないのよ、うんうん、ファン同士のよくあるじゃん、はい、日本ってなんか小競り合いみたいな、はい、どっちもがけなし合うみたいな、うん、そんなんじゃなくてやる方もマルチスポーツだけど、うん、見る方もマルチスポーツで、うん、その代わり時期ずらそう、あ、大会の時期とか、そうそう、アメリカはもう4大スポーツ、はい、ね、あの野球、バスケット、アメリカンフットボール、はい、アイスホッケーっていう中で、はい、もう春から秋にかけて野球じゃんね、うん、で秋口から始まるのがアメリカンフットボール、うん、でその後バスケット、はい、アイスホッケーって始まっていくんだけども、うん、あのそれの優勝を決める時期って全部ずらしちゃうんだよ、うん、あー、みんなが全部こうずれて見えるように、そうそう、でそしたら、はい、春からな秋までは野球を応援して、はい、秋口からアメフト行こう、はい、でアメフト終わったらバスケットやみたいな、うんうん、っていう感じで、はい、これマルチスポーツで見る方もその時期しかやってないから、シフトチェンジして1年間自分たちの地元のスポーツを応援できるのよ、うん、はい、でも今日本とかだと時期被るからね、そうです、バスケはちょっとこう離れてますけど、うん、だサッカーも秋冬制とかにした方がいいよね、そうですね、でもそしたらなんかあの雪国が大変みたいなね、うん、はい、ところも あ、ね、うん、あるけども、うん、まあ、同じ時期やるとやっぱこの見る方も被っちゃうから、はい、バスケットは室内なのでね、うん、冬でもいいんですけどね、だそういったところもうまくこのスケジューリングをスポーツで分けて見る方もマルチスポーツでできれば見る方も楽しいと思うんだよ、はい、そうですね、うん、まあスケジューリングって難しいでしょうけどね、うん、でもそうなっていくとね、うん、見る方もマルチスポーツで楽しいと思うから、はい、だから別に墜落なんてしてないんだよ、まあ、人気はありますよ、だって分散していくのに従ってないよ、視聴率とかだけで考えるのは良くないですね、うん、そうそうそう、うん、あとなんか少年野球のってやんだけど、はい、うん、リトルとか入れてないのよ、はい、あの軟式野球の、うん、部活に入ってる人口低下だから、うん、今やもう外でやってるからね、はい、全部合わせようよっていう、うん、そうですねまあでもプロ野球もだって毎試合毎試合チケットが、うん、まあ、完売するところもあれば、うん、毎日何万人が来てるわけですよ、そうだからね、これ今コロナになったからあれだけど、うん、コロナ前までは右肩上がりで動員数増えてたからだから、ね、見る人もね、はい、だそういったところではね、うん、この分散化が招いたところであって、うん、別に墜落でもなんでもない、逆にお前急上昇だよっていう、ね、大谷翔平が頑張って急上昇だよって、佐々木朗希で急上昇だよっていうね、はい、うん、まあ、皆さんはね、うん、どういう考えを持ってるかコメント欄でぜひお願いします、はい。